はい、じゃあよろしくお願いします。今回は小学校6年生の算数文字と式です。はい、来ました、文字と式。ね、見覚えのないというか、もうもしね、もちろん勉強がもう終わってる子たちは学校でやってるだろうけど、例えば来年ね、6年生になった子とかが予習で見てくれると、なんだこれはっていうね、っていうとこなんですが、去年からか、まあ、移行学習指導要領が変わって X と Y っていう文字が6年生に降りてきました。で、6年生でこの X と Y をやるんですがね、結構苦手な子の方が多い印象が指導してて思います。なので、できるだけ持っている力をね、存分に出して分かりやすく頑張りますので、ね、しばらくの間動画に付き合ってもらえればと思います。それではよろしくお願いします。まずですね、左側と右側、ちょっと問題の趣旨が違うので、左側終わったら一回ちょっと脳のね、なんかスイッチをピッて切り替えてほしいんですけど、まず左からいきましょう。で、今ですね、ここに長方形があります。あの、定規使ってないんでくねくね曲がってても許そうね。この長方形縦が X センチ、横が5センチで、面積が Y 平方センチメートルって書いてあります。いいかな、文字が2個も早速入ってるじゃんか。で、この X とか Y を文字って言うんだけど、文字をね、どう使ったらいいのかわからないっていう子が本当に多い。だから教えます、どう使うか。数字と同じように使っちゃえばいいんです。もちろんこいつらは数字じゃないよ、こんなね、1,2,3,4,5 の中にこんなんないし、なんだけど、いいんだよ、数字と同じように使っちゃえば。で、どうするかっていうとごめんね、喉の調子がちょっと良くなくて1番 X と Y の式を作ろうってやります。で、どう作るかっていうと、今長方形の面積の話をしてるじゃん、面積が載ってるからね。で、面積の公式ってみんな知ってると思うんだよね、縦かける横で持てるじゃんか、長方形なので、それ通りに書けます。いくよ、と縦かける横は面積っていう公式があるよね。そのままいくよ、縦 X です、縦ね、縦かける横、横で5センチだね、横は面積でしょ、面積 Y なので、俺ね、本当は Y ってこう書くんだよね、俺ちょっと癖でこう書いちゃうんだけど、こうなります。 X かける5は Y、 いいかな、これで式、これが答えなんです。なんか変な感じするよね、ただこれが式を作ろうだから、お、式作ったよ、 OK ってことで、これで丸がもらえます。いいかな。で、さっき文字を数字のように使おうって言ったじゃんか、それは間違ってないと思うんだ、俺の中ではな。で、文字は数字と同じようにこうやって式の中で使っていきます。ただし1個だけ数字にはない特殊能力を持ってる。いい？それは特殊能力、何かっていうと、いろんな数字に化けれることです。この X って書いてあるんだけど、こいつ1にもなるし、2にもなるし、3にもなるし、4にもなるんです。何にでも化けられる、数字だったらね、そういう特殊能力があります。もちろん Y も同じです。で、どういうことか、今2番で X は7、 X は7の時 Y はって聞かれました。そうすると X は7と書いてあるので、よく見てて、この式だよ、これ使えよ、 X が7に化けるんです。化けるから X のところに7って書けばいいんだよ、化けてね。で、他のやつはそのまま書きます。 7×5 は Y、 あ、また書いちゃった、ごめんね、ちょっと式はちゃんと書きます。まあいいとなる。ってなると、あれ？75って計算できるじゃん。ってことで、35って計算できるでしょ？これ答えなんです。35は Y。ってなってるでしょ？ちょっと狭くてごめんね。で、答え書くときって、
左側、いいかな、式の左側に文字があると綺麗なの。今右にあるから、これね、右と左にあるものをファッて入れ替えて、 y は35、これで答えが完成です。いい？ x が7に化けました。いいね。次 y が化けます。 y は12の時、 x はってなってます。で、ここで1個注意です。さっき x が化けたじゃんか。で、今こっち問題変わったんだよ。問題が変わったので x が化けてたやつはなくなるんだよ。いい？問題が変わったんで、また x は x に戻ります。 x×5 は化けましょう。 y は12に化けますので12となります。で、問題がここなんです。で、答えるときは x はほにゃららと計算したいの。こうやってね、 y は35みたいにしたいんだけど、かける5がちょっとくっついちゃってる。そうするとね、これ消しちゃいましょうっていうことで、どうするか、いろいろ考え方はあるんだけど、俺はね、かける5がくっついてるんだったら、これをシャッと消してこっちにワープします。5って。ただし、掛け算は割り算に化けます。これちょっと口で説明するからよく聞いとけよ。掛け算が割り算に化けるから逆もあります。割る5が邪魔だったら掛ける5に変わります。足す5が邪魔なら引く5になります。引く5が邪魔なら足す5です。足し算と引き算がペア、掛け算と割り算がペアになってます。いいかな。邪魔な時はこう写します。で、掛ける5が消えて x だけが残った。だから最後12÷5を計算して、これは筆算やってね、やると 2.4 となります。で、ごめんね、さっき単位つけ忘れちゃった。 x は cm なのでこう、 y は平方センチメートルなのでこうですね、っていうふうに答えてください。これが化ける、 x と y が化けるんです、数字にね、のやり方。いいかな。問題に書いてあるからね、その数字に化けさせてあげてください。いいかな。じゃあ次、右側行きましょう。で、さっき言ったように左側と右側は違います。どう違うか。左側は化ける問題で、右側はただ単に式を作ります。じゃあ行きましょう。いくよ。で、先に言っておきます。この4問それぞれ何算を使うかを考えてください。よったるね、掛け算、足し算、違う、字幕したんだね、足し算、こっちか、足し算、掛け算、ん違う、足し算、引き算、掛け算、割り算、この4つね、順番を、頭悪いな俺、ごめんね、足し算、引き算、掛け算、割り算、この4つどの式を使うかっていうのを考えながら聞いてください。じゃあいきます。まず4番、1つ120円のリンゴを x 個買うと代金は y 円です。で、何算になるか。これですね、分かれます。大体足し算っていう子が10人いたら4人、掛け算っていう子が大体6人ぐらいいるかなっていう感じですね、俺の指導してる感じだと。はい、これ想像してみましょう。店行きますよね、タッタッタッタって店行って120円のリンゴが売ってるので、ね、さっき言ったみたいに文字は数字と同じなので x 個買うってわけわかんなかったら、じゃあ勝手にちょっと自分でね、数字を化けさせます。 x、 じゃあ今3個にしますって、ここ3に変えてみよう。120円のリンゴを3個買います。何算する、こっちか、何算する。120円のリンゴを1、2、3、3つ買うとき掛け算するっしょ。これね、不思議とな、数字で考えるとみんなできんだよ。だから、いくよ。120円のリンゴを x 個買うから、120、今ね、掛け算って自分で気づいたから、かける x、 あれだよ、頭の中でやった3書いちゃダメだよ。 x は y、 はい、これ終了です。これで丸がもらえます。いい？この調子でいくよ。5番、 x に乗ってるバス、何か分かんないけどね、いっぱい乗ってんだよ。
バスから7人降りました。残りは Y 人です。これはね、意外とやりやすい。なぜかというと、残りって書いてるからね。これ聞くと大体できるんだよね。多分1年生、2年生の時の努力の証だと思うんだけど。残りっていうのは引き算になります。だから、X に乗ってるバスから引く7人降りるんだね。降りるからそれが Y になる。そしてこれで丸がもらえます。次、6番いきます。1つ X 円のケーキ、X 円で1個を1つ買って50円の箱に入れてもらいました。そうすると代金は Y 円。さあこれが何算かっていうと、いいかな、これね、この問題とちょっと間違いやすいです。同じ買ったお金を聞かれてるの。でもこれは掛け算じゃありません。先に答えから言います。 X 円のケーキの X と50を足し算します。で、狭くてごめんな、は Y こうなります。で、なぜかというと、これね、ケーキ、こちら、ケーキを買、こっちでいいね、ごめん、ケーキを買いました。で、箱に入れてもらいました。ケーキと箱、これね、ごめん、こっちでいい？ケーキと箱。これ、両方2つのものを買ってるんだから、ここの数字は掛け算しないですね。これも買って、これも買ったら、この2つを足し算するのが普通です。これもそう。ケーキを買って50円の箱も買ってるのと同じなので、その2つを足し算してやってください。いいかな、こっちは1つ120円の同じリンゴを3つ買ってるからね。だから掛け算にします。で、最後7番、また時間長くなってごめんな。 X 個の飴を7人に配ると1人分が Y 個になり、ぴったり配れました。で、この配るって言葉ね、これが来ると大体、そう、割り算になります。で、これは X 個の飴から割る、7人に配ったので1人が Y です。っていう感じになります。ギリギリ入ってるね。っていう感じで式を作っていってください。いいかな？で、これね、意外とここの右側の和、Y っていう、ここを忘れる子がいます。なぜかっていうと、これ気持ちわかるんだけど、掛け算とか引き算、足し算、割り算っていうのを聞かれてるからね、それに気づいて、おっしゃできたってちょっと思うんだよ。そうするとここまで書いて結構気持ちが満足します。まずいね、それは気をつけよう。必ず和、Y、ここまで書いて丸です。いいね、ここまでちゃんと書いてください。で、またね、13分だって、長くなっちゃってごめんな。小学生用のね、動画を10分切りたいんだけど、どうしてもね、ちょっと詰め込みたいんだよね。申し訳ない。もし分かんないことがあれば、何回でも見てもらって構わないし、質問をしてくれれば答えますので、ぜひね、うまく活用してみてください。では今回は、文字と式、X と Y に、ね、が化けるバージョン、式を作るバージョンのお送りしました。それでは聞いていただいてありがとうございました。以上です。